そうです。なんだ？あ、誰だ？すみません、マネージャーの修造です。今日は結構アイリスも今まで散々曲出してきてるじゃないですか。はい、ありがとうございます。何曲あんの？あ、わからない。なんで数えてないんかい。数えてないんかい。テロップ出るの。何曲、100曲近くあるんじゃない？いや、まああるですよ。あるですよ。で、その数々の曲の中から、過去の曲のいろんな問題が出るので、はいはい、ただ皆さんも絶対に考えればわかる問題ばっかなので、これがわからなかったらまずいっていう問題もいっぱいあるので、脱退か、じゃあ分からなかったら脱退、11年目にして、なので過去の記録を遡って答えていただければと思います。いける、いける気がする。ゴーゴー、ここじゃないのに、越後線か、違うか。第1問いきますか。はい、はい、昨年リリースしたクイーンズブラフは22枚目のシングルですが、やばいやばい、そうなんだ。その4つ前にリリースしたシングルの兄弟曲は何でしょう。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、急がなくていいんだもんね。数えたらいいんだ、数えたら。22、戻ってくのがいいな。やばいよ。待って、そうでしょ、本当に一番簡単な問題ですこれ。え、待って、2022枚目のシングルの4つ前、4つ前、数え方が分かんなくなった。え、ちょっと待って、21、20、19、18、18枚目、18枚目、え、18枚目、19じゃなくて18枚目。そしたら話変わってくるよ。じゃあ最初若井さんからお願いします。ええ、はい、ファンタスティックイリュージョン。お、なるほど。なるほどね、これでしょ。じゃあ続いて芹沢さんお願いします。ファンタスティックイリュージョンだよね、だよね、だよね、仲間嬉しい。なるほどね。じゃあ最後3人一斉にあげましょうね、はいはい、せーの、アルティメットマジック。ちょっと待ってよ。分かれました。おや、正解はアルティメットマジック。もう数え方の違いよこれ。18枚目のシングル。ぐちゃぐちゃにして持ってる。何してんの。一回落ちたと思ったんだけど、うん、なんでこれになったのじゃん、うん、え、だってさ、うん、12月のスノーリー、さかのぼって、サマーデュー、じゃあ、アルティメットマジック、うん、4つ前です。で、さっきクイブラ含めんで4つ前って言った、うん、そうだよ、みんなで話してたんだよ、その話確かに計算ができなかった、数が分からん。はい、じゃあ2問目いきます。せい、カタカナシリーズの曲のきた、もうだよ、だな、心の音はあるシングルのカップリングです。さて、何のシングルでしょう。あ、もう分かった、もう分かった、言うわけにはないな。後編のカップリングはカタカナばっかでしたからね。え、マジでこれだと思う。いや、かけたことない。みんなかけました？かけてない、かけてない。よかった、歌ってくださいじゃなくてよかった。はい、いけた。まあ、ちょっとごめんなさい。本当に。じゃあ、アカネヤ以外の4人出しましょう。そうやろ？せーの。何？みんな。ミラクルパラダイス。ミラクルパラダイス。ミラクルパラダイス。じゃあ、アカネヤさん、お願いします。たくさんメンバー、もうこれはあかんわ。本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、これはあかん。正解はミラクルパラダイスです。やあ、あやあ、はい、あ、待って、分かって、あ、そうじゃん、心の音ってあの曲か。あの曲です。探しに行こうじゃないか。あ、それ未来の名前。あ、未来の名前。ああ、なるほどね。3問目、はい、ゴーインオンはゴーイン、テレビ東京系アニメプリパラのオープニング曲ですが、第何シーズンの何クールでしょうか。ちょっと本当に待って、プリパラのクールの数え方知らん。1オープニング1クールでいい。どういうクールの考え方。1オープニング1クールではないです、シーズンがあるので。シーズンか。第1シーズン第1クールとかっていう書き方ってこと。なるほど。つまり第1シーズン第1クールはメイクイットってことだよね。そうです。じゃあ何書けばいいの。第何シーズン。ゴーインオンは第何シーズン第何クールの両方書けってこと。うーわ、マジか。ちょっと、あ、分かるよ、分かった、分かる気がするんだけど。あ、え、あって、わ、数え方分からん。ちょっとこれはね、覚えてるんですよ。ヒント言います。ヒント言います。あ、助かる。ドリームパレードは第2シーズンの第1クールのオープニング。あ、そうだよね。そうだよね。そういうことだよね。
わかる。このクイズはなんかいろんな双方から分かられなかったら怖い怖いだから怖いんだけど、プレッシャーがちょっとダメかもしれない。さんとタツノコからのプレッシャーが残られる残られる、はい、じゃあこれは一斉にあげましょうかね。いいよ。はい、では答えどうぞ。私は第2シーズン第4クールオープニングテーマ。やべえ、第2シーズン第3クール、第2シーズン第2クール、第2シーズン第3クール、第2シーズン第3クール。おー、なるほど。正解は第2シーズン第4クール。やったー、すげえ。マジ？やったで、待って待って、ドリームパレードが第2シーズンの第1と第2をやってるんですね。そうなんだ、第1じゃないんだ。振り返り4月スタートだったもんな。次のブライトファンタジーが第2シーズン第3。そういうことか。やったー。はい、じゃあ次第4問目いきます。早押しです。早押し、はい、いたずら太陽のインストを流すので1サビを歌詞を間違えずに歌唱してください。何が歌詞やってればいい。いけますか。では若井さん、はい、お願いします。いきます。遥かなる海を越え目指すのと最高のステージ君と行くことが宝なの差し打ちてる手を挙げたその未来に新しい世界が罠かけ待ってる。え合ってるよ。嘘。合ってるよね。違います。え、あ、そうか、ちょっともうダメだ。分かったかも。惜しかった。ルカなる海を越え目指すのさ最高のステージ進む道こそが宝なのさ信じてる手を挙げたその未来に新しい世界が罠かけ待ってる。そっか、正解です。何が違ったの。君とそれ2番なんとかがって言ったね。君と行くことが君とじゃあ久保田さん正解。いやぶっちぎりやん、すごいぶっちぎりやん。じゃあ第5問。2020年にリリースしたフォースアルバム「シャルウィーカーニバル」ですが、うん、11曲収録されていますがここに書いてない残りの3曲をお答えください。えぐ、これ一つ分かったら1ポイントにします。おお、マジで？マジで？これ絶対もう、あ、ちょっと書いてみるわ。これは収録順に並んでます。収録順じゃないとダメ。いや、分かればいいです。あ、分かりました。タイトルのさ、綴りとか別にいいよね。綴り大事だね。え、まあ、あの綴り無理無理。 0.5 ポイントあげます。え、 0.5? 合ってたらじゃあ1ってこと全部。えぇ、ー、すごい。あのむずいやん。大文字、小文字は大丈夫。スペル間違ったらとかするんですか。何も出てこない。じゃあ一人一人出していきましょうかね。じゃあ山下さんから。あ、はい、私は1曲目、多分曲順もあってんじゃない。ピラキー、ティントン、チェンポ。え、違う、はい、違うわ。え、あ、わかんない、はい、じゃあ芹沢さん。やばい、ハッピーラッキーチェンジングポイント、ティントン。ティントン好きやん。大好きな曲なのに。大好きな曲なのに、やばい。はい、やった。綴り間違えたんですけど、チャンジングポイント、ハッピーラッキードリームカーニバル、ティントン。あ、ティントンそれや。ティントン、それ絶対ティネトレだ。ティネトレだ。はい、ハピラキドリームカーニバル、ティントンって E は前半いらないよね。ティントネじゃね。やばい、私もうハピラキが出なかった。定番曲よ。1曲目がハピラキドリームカーニバル、うん、2曲目がチェンジングポイント、うん、そこそこなんだ。3曲目がティントンです。ただみんなスペルがめちゃくちゃですね。え、どうしたらいいこれ。スペルを答えるわけじゃないんで、一旦曲が分かってる人は正解で。やったー、いや、許された。あと芹沢さんのハピラキ見せてもらっていいですか。それ星の場所ね。どこどこ、星のかな。ハピラキ、ハピ星ラキじゃなかったっけ。なんかそういうのあるの。さあ、今途中経過何点でしょう。1
が久保田さん5ポイント、うん、おお。アイリス大好きじゃん。3名田中井さん、あかねやさん、山下さん王立か、どうなの。テレザーさん3ポイント。まだ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 モングリの背比べよ。そうやな、うん、残り2問です。死ぬ。歌いたい歌いたい。歌いません。歌ってくれ。このフォースアルバムに収録されている歌方の光ですが、こちらはあるゲームの主題歌になっています。上がりしないでよ。このゲームのタイトルをお答えください。はい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 。うわ出てこんくなった。あれやってわかるよ。起きた。あれじゃあれないよ。皆さん声優としても出られてますよね。この問題やめません。社長の名前ならわかっちゃう。一番セリフ量ありましたよね。ごめん。一番ありましたよね。やばい。ちょっと分かるな。じゃあヒント。ミステリーアドベンチャーゲーム。知ってるよ。知ってたよ。全員わかってるよ。なんか知ってたよ。最近言われたの本にやっと面白かったですって言われたのよ本に。ちょっと本当にあともう2ミリぐらいヒントください。じゃあなんとなく言いますね。うんだいぶヒントじゃない。でもかめちゃくちゃヒントやな。わかんない人はねわかんないんだ。そうなんだ。そうなの。じゃあ自信がありそうな山下さん、あかねやさん、若井さん一斉にどうぞ。せーの。なんルートフィルム。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。それが見たかったよ。じゃあ久保田さんどうぞ。ミステリーナちゃん。もう出てこない。うわ。なるほどね。じゃあセリザーさん。鳥取ミステリー。鳥取ミステリー。地方地方。鳥取なんだよ。正解はルートフィルムです。よーし。やばい。いや私と久保田さんだけ取材までしてるからね。覚えてる。そうだよ。ゲームまでしてる。ゲームまでプレイしてるからね。ちょっとごめんなさい。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 じゃあ次最後の問題です。やばい。やばい。最後の問題は逆転のチャンスがあります。きたー。きた。頑張っちゃおう。アイリスの楽曲の中でタイトルに星がついている曲名をすべてお答えください。すべて。1問合ってたら1ポイント。え、なんかもう全部星ついてる気がして。いやそうなんだよ。全部ついてない。なんかおかしいな。星がついてる見える。答えられただけ加点ですもんね。そうだよね。そういうことだよね。加点システムってことだよね。え、じゃあ間違っても減点されない。ちなみにユニット曲は含めません。みんなで歌ってる曲だけってこと。はい。じゃあヒント言いましょうかね。星がついてる曲は全部で7曲あります。そんなにやるの。あと2個。7問すべて正解したら10ポイントでもいいね。マジで。待って。うわー答えたい。じゃあ山下さんからいきますかね。全然自信ない。ハピニューアイドロイドアルマジファイブスターでもう分かんないから適当に書いた。イノイベ松ツゴキシャイスター。あ、半分くらい合っててほしいな。じゃあ次セリザーさん。ハピラッキーハピニューミラパラファイブスター。もうここからあとは出せ。ドリームパレードモテケセーラー服お邪魔女くらいモテケセーラー服はモテキセーラー服ってうちらの曲でもないのよ。いやお邪魔でもうちらの曲だよ。そうやな。お邪魔でもないよ。じゃあ続いて茜谷さん。泣き下に欲しすぎる。ミラクルパラダイス、ドリームランド、アルティメットラッキー、ハッピーラッキー、ドリームカーニバル、ハッピーニューアル、ハワイハイブスター、カッコカリドリーム…言ったっけ。ドリームパレードマジでやらかしてやらかしすぎてる。ドリームランドついてた気がする。あれ欲しいと思う。でもアイドロイドもあった気がする。え、もう全部ついてる。はい、若井さん。はい、ハッピーラッキー、ドリームカーニバル、ミラクルパラダイス、ファイブスター、カッコカリ、アイドロイド、ハッピーニューワールド、ドリームランド。わかんなくて最後に書いたのがキラキラ。なんでだったのに。だったのに。私はもうとんでもないミスを犯しました。ミスしたよ。はい、聞けよかった。じゃあ最後、久保田さんどうぞ。はい、ハッピーニューワールド、ハピラキ、ドリームカーニバル、ドリームランド、スペシャルキス、ミラクルパラダイス、ファイブスターカッコカリ、ドリームパレード。1個間違ってんだね。確定してんだよ。確定してんだよ。
じゃあ正解言います。一つ目ミラクルパラダイス、はいはいはい、はい、これはねハピラキドリームカーニバル、はい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 、ファイブスターカッコカリ、うん、ハッピーニューワールド、はい、これはわかるね。アルティメットマジック、うん、アイドロイド、いやーそれよなそれよな、ドリームランド、いやーすげー。皆さん何点ですか？久保田5点、若い6点、若いは6 4 5。おお、6は結構すごいですね。うわ惜しかったな、惜しかったな。いや、ゆうきちゃんこれ、ね、気づけばよかったの。気づけばよかったの。シャルウィーカーニバルとかに書いてあるのよ、1個。なんやねんもう。アルマジ？あー、アルマジ書いてあるの。私もそこカンニングして。ゆうき忘れた。そこまで見てた。はい、7問すべて終わったんで集計結果をお伝えします。はい、はい、じゃあ2位からいきますね。2位は2人います。お久保田さん、山北さんです。あ10ポイント、まあ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 、すげえ、さすがです。すごいな、悪くないじゃん。で、1位あ2人います。やめとけ、3人の誰、やめとけよ。願っとけば、はい、愛の強さは負けないです。本当だよ、やめとけ。1位は若井さん、茜谷さんです。イエーイ、11ポイント。イエーイ。リリーは芹沢さん8ポイントです。はかないな今日まで、ありがとう。あ、終わる終わる終わった。もったいだな。ありがとうね、ありがとうね、今までありがとう、ありがとう。みんなで頑張るからさ。じゃあこれからは、うん、アリスとして、なんで？一人抜けたからアリスじゃなくてアリスとしてやっていこう。アリスかあれ？やめたれよ。カルト気味なの。嘘でしょ本当に。マジ？なんかさ、マジですか？自分のラジオでさ、そういうコーナー持ってて一番わかるかと思ってたんだけど。いいじゃん。え、ちょっと待って。いや、いつも自分のラジオのコーナーでやってるから、なんか簡単かも。いや、ちょっとマジこラジオで毎週やってるようなもんなのよ、そういうやつよ。アイリステーションでね。あとね。まあでも。間違いなきゃ始まんないでしょ。まあそう言ってね、6人から5人になった時になるか。ありがとう。あのねえ、やめるくだり続けんのちょっと。嘘でしょ。いやでもこれは。ありがとうございました。はい。